On the ice, representing France, Philippe Candeloro. 7番、フィリップ・キャンデロロさん、フランス。右足首の怪我からようやく復帰してきた今シーズン、フランスのフィリップ・キャンデローロ、25歳になりました。日本のファンの皆さんには大変おなじみなフィリップ。まず最初のジャンプを決めてリズムに乗っていきたい。そして独特のこの表現力があります。トリプルアクセル、ダブルトーループ、コンビネーションが決まった。ルッツ、3回転成功。サーキュラーステップで要素4つ終わりました。これが足換えのシットスピン。ロドリゲスのゲリラロス。フライングジャンプシットスピン。ストレートラインで要素はあと一つ。ダブルアクセル。ポーズが出ました。フィリップ、リレハンメルオリンピック第3位のフィリップ・キャンデローロ、やはり集中力があります。オリンピックに照準を合わせてきました。日本でも高い人気があります。97年のヨーロッパ選手権の後、足首の怪我で悩みました。これは2つ目のジャンプのルッツ。スピードがあります。うまく降りました。そのルッツと、そして彼、キャンデローロといえばスピンです。まずこのキャメルスピン、それからシットスピンに持っていく、いわゆる組み合わせたコンビネーションスピン。非常にスピードもありますし、うまくコントロールされた回転。もう何かお土産の山になっています。うわ、やばい。
アンドレ・ブルネコーチ右とともにずっとやってきました。これまでコナン、ゴッドファーザー、ラッキーラックなどいろいろなフリーの演技でファンを魅了してきました。今年のフリーはダルタニアン。8歳からスケートを始めて、実は学校のスケートの授業で見た。その時にブルネーコーチが、度胸はあるしガッツも十分、人とは違う才能があるなと見出しました。試合になってもいつでも冒険や挑戦が大好きというこのフィリップ・キャンデローロ。さあ得点は5点台の前半に抑えられています。フランスのジャッジが 5.6 ですが、平均するとだいたい 5.43 といったところ。プレゼンテーションはこれは上がるでしょう。 5.7 が出ています。全員のジャッジがここまで滑って2位、過半数のジャッジをがつけますとこれが2位、1位クーリック、2位キャンデローロ、3位中国、各です。